はい、今回ご紹介する本はこちらです。あ、見えないかな。勝手にモチベーションという一冊です。今日は読書会の後ということで、大勢いらっしゃいます。強制的に採用されてます。この本はコーチングの第一人者の方の本になるんですけれども、この本で述べられているのは、まずは一番個人的に響いたのはこのマイストーリーを持つっていうところで、自分なりのそのストーリー、モデルケースのストーリーを持つということで、自分の人生を進めていくヒントにしようっていうところが個人的には一番、参考になったのかなっていうのがあります。そしてもう一つ面白かったのはゼロベースで考えるっていうことなんですけれども、自分がやりたくないのにいつの間にか続けてしまっている、そういうものがあったときに、それまでやった積み重ねてきたことがもったいないこともあるかもしれないんですが、一度ゼロリセットして今後これから続けるかどうかをきちんと考えましょうというような、モチベーションについてのお話がいろいろとても面白く読める一冊でした。以上です。